はい、よろしくお願いします。ゆかちゃんです。はい、ゆかです。はい、この間作ってもらったこれです。七転び八起き。はい、ゆかちゃんのを見せてください。はい、諦めたくないと名前です。はい、ありがとうございます。はい、さあ、七転び八起き誰でしょう。行きながら考えましょう。本当に持ち上げてきます。はい、行きます。背もたれに対してお願いします。はい、行きます。せーの、1,2,3 よいしょ。OK、バッチリです。大丈夫ですか。そしたらじゃあお尻キュッキュッて詰めていただいて、はい、はい、OK、ありがとうございます。お願いします。行きましょう。はい、行きましょう。行ってきます。行ってきます。じゃあ今日は、はい、どちらに、あ、そうだ、どこですか。発表お願いします。発表、あ、ゆかちゃんからお願いします。じゃあ私が発表します。はい、お願いします。で、ちょっと次の信号でいきますね。はい、ではじゃあちょっと最初にお時間を確認させていただきます。はい、今ちょっと2時10分なので、あ、ミニーちゃん、そう、ミニーちゃんです。いい、今日はミニーちゃん、はい、かわいい。2時10分だから3時10分過ぎぐらいにこっちにまた到着します。はい、今日の目的地は牛島神社です。はい、牛島神社。レッツゴー。レッツゴーです。本当今日カンカン照りですね。はい、すごいです。高い、もうあのみんな赤斑点着てるのに脱いじゃいましたもん、はい、今日。そうなんですね、暑すぎて。はい。え、まだドアップですか。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。普通に撮ってます。あ、よかった。ちょっと前と変わったのは、あの写真撮影をしながら、はい、動画撮影をするという。だからもうあの2台で、そうそうそう、もうすごいな、あらわざんじて。今日ちょっとどうしよう、なんか、はい、大丈夫そうですか、今日のノリは。あの、あ、ごめんなさい、はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。あの、前髪も変わりましたね、今日は、前回。あ、そうですね、そっちの方が可愛い気がする。え、そうなんです、前髪あるのも絶対いいですよね。やっぱね、なんかそうみたい。おでこ出してるの、はい、おでこ広いからちょっと気に入らないんですけど。あ、そうなんですか。前回ちょっと、いや、でも、まあまあ、可愛いのは可愛いんですけど。褒め上手ですね。こっち見ます。はい、ゆかちゃんです。はい、ゆかです。すごい、あの太陽が眩しいですよね。はい、逆光だと、そっちから逆光だと。あ、そう、あのこの動画が上がる頃には全部上がってるんですけど、はい、編集が間に合ってません。あ、編集って大変ですよね、本当に。はいはい、大変です。1本3日かかってます。いつもありがとうございます、素敵な動画を。はい、台東区から離れまして、はい、行ってきます。あ、墨田区の方に行きたいと思います。墨田区へ GO です。 GO ですね。はい、墨田区ってスカイツリー方面ですね。スカイツリーです。 GO to スカイツリー方面。 GO to スカイツリー方面って何て言うんですか。ここ大変ですよね。すいません、動画で伝わらないですけど、すごい坂ですので。はい、坂です。大変です。もう本当に研修生の頃はこの坂が登れなくて、いや、これ上がるの大変だと思います。もう今はへっちゃらです。ちょっとね、分かるかな、 この感じが伝わるといいんですけど、結構坂ですよ。いや、はい、そうそうそう、こうなりますよね。これが欲しかった。あ、これが欲しかった。、はい、よかった。この絵がですね、非常に良くて撮られ慣れてないから、どういう顔したらいいのか。あ、大丈夫ですよ、あの素のゆかちゃんがいい。あ、素で変顔とかでも大丈夫。変顔します、しましょうか。やめときましょう。3、2、1。いや、ダメですよ、振ったんですから。ダメですよ。やめときましょう。変顔後でしてくれます。無茶ぶりだな。ゆかちゃんが変顔してくれます。面白フェイスをしてくれます。はい、ハニーフェイス。ハニーフェイスですね。はい、そうです。うわー、すごい、水上バスもあります。水上バス見えますか。見えます。実は僕ね、あんまり言うとバレちゃう、住処がバレちゃうんですけど、はい、水上バスで多分ここ来れます。お、ちょっと、はい、バレちゃうかもしれない、ね。はい、バレちゃうんであんまり言いませんけど、はい、水上バスで来れます。あのビールの、ね、ビールが、あ、すごい、すごい近く、こんなに近く。うわ、朝日ビールでーす。キラキラですね、やっぱり。はい、キラキラでーす。そうですね、ちょっとゆかちゃん越しの朝日ビール。難しいな。難しい。
結構あの朝日ビールの紹介が、はい、割とみんな好きかな、みんなおなじみかな。あでもね、うわすごい坂、大丈夫、ゆっくりどうぞ。本当に研修の時の思い出の坂が、はい、思い出の坂、研修生の時って、はい、みんなやっぱり最初は人が乗せられなかったり、あすごい大変なんですけど、はい、私運転が下手すぎて、はい、一本そっち入るともう一個坂があるんですけど、はい、そこでもう毎日もうあの特訓してもらって、そうなんですね。思い出の坂道です。そうなんですね。もうなんか見ると懐かしい気持ちになりますね。そうなんです。はい、ゆかちゃん一周振り返りです。はい、髪の毛が多分リールにあげます。今のリールですか？リールは何の編集もせずあげます。そうインスタのやつですよね。そうですそうです、インスタリール、はい、縦型の動画です。リールデビュー、あれからいい、そうです、あ大丈夫ですか、はい、あれからですか。そうです、前回載せていただいてから、はい、あゆかちゃんなんかインスタ頑張るって言ってたんで、インスタちょっと研究してたんですけど、ちょっとでもインスタ結局頑張れなくて、いやまあまあ大変ですけど。何載せたらいいのかわからなくて、あのインスタむず、うん、でもインスタと TikTok は比較、あそう、すぐ話変わってごめんなさい、はい、全然 TikTok のナレーションしてません、はい、と力車のナレーションしてます、ご飯とかの、あそう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 、私です、ゆかじゃないけどって、あそうですそうですそうです、あれいいんですよね、あれは私永遠に食べれないです。あまり食べる量が取れないってことですか。はい、みんな、はい、撮影行けよって、はい、甘いものとか、あ言ってますよね、美味しいものとかを、そうさっきスーちゃんに乗ったんで、スーちゃんがあの芋ホリックのやつ見たんですけど、はい、それもゆかちゃんが、いいですよね、はい、ゆかちゃんがあのゆかじゃないけどって。私あれのナレーション担当なんで。そうなんですか。そうなんです。あれですあのゆかじゃないけどの方が面白いんですよね。ゆかちゃんを見たいんですけど、あのゆかじゃないけどって言い方が、いやもう本当食べたいです、そろそろ。そうですよね、もうでもそういうキャラになっちゃったので。あそれでナレーション担当なんですね。そうなんです、最初にあの、はい、自分の研修の時のナレーションがあれナレーションうまいじゃんってなって、はい、うんうんうん、なってなのかな、うん、食べ歩きの動画も出そうっていう担当になってます。そう食べ歩きをねこうお願いしたい時もあるわけなんですよ、うんうん、かわいい、めちゃかわいい。嬉しい。これはいいっす、ね、あの僕あのサムネが苦手なので、こうこれで頑張るようです。お願いします。いい感じにしたいんです。もうスカイツリーあっという間に近くなりました。本当スカイツリーだ、全然気がつかない、ゆかちゃんに見とれてました。ごめんなさい、はい、スカイツリーで、スカイツリーです。この先また橋がございます。橋渡ったら、はい、もうすぐ、はい、橋島神社に到着いたします。早いです。結構思ったより近いんですね。台東区と墨田区って割と近くて、はい、人力車でスカイツリー方面まで送ってくれますかっていう、はい、そこも30分あれば、ちょっとあのお写真撮りつつ巡りながらそこもできます。いや本当がっつりですね、すごい、はい、がっつりスカイツリーですね。こんな感じです。こんな感じ、綺麗、ドドーンと、あ今日空がすごい綺麗ですよね。本当にあの本当に雪の次の日だと思えないです。そうです、雪の次だからこそ空が澄んでるのかな、なんだろう、そういうそっちの考え方もできる。なんかもうもっと寒くて、うんうん、今日はちょっとなんて言うんだろう、3連休初日じゃない感じなのかなと思ったら、ああああ結構ちゃんと晴れてくれたから、ちょっとだけ残ってますね。あ本当に雪ちょっとだけ残ってますね。もうあの千葉県はすっごい雪積もってました、はい、え、珍しいですよね千葉で雪、はい、
すごい積もっててテンションが上がっちゃったんですけど、はい、ちょっとあの雪だるまでも作りました。朝は時間なくて、はい、帰りまでに残ってるかって言われると帰り残ってるといいですね。みんな雪かき頑張ってたんで朝あ、じゃあ固まったやつがあるんじゃないですか。固まったらあのあれできないじゃないですか。雪だるまはそうだそうだ、カチカチになっちゃいますよ。そうです。そしたら寂しいな。寂しいですやっぱりあのいくつになっても雪はちょっとテンション上がっちゃうじゃないですか。上がりますねすごい楽しみ。ふーちゃんはこう子供っぽいところもあるのがいいですよね。あの大人な女性でいきましょう。大人、いやあのレディーなんですけど、もうあの今のカットでいきましょう。あの雪のシーンは全放送でお送りしてます。ノーカットでお送りします。あ、全部ノーカットなんかね、本当にテロップで入れてください。テロップで、はい、ゆかいず、はい、ビューティフルガールズ、ガールじゃなくてもうあれですね、レディーって、ビューティフルレディー、はい、レディーレディー、はい、しょー、しましょー。もうちょっとで、はい、春に近づいてるじゃないですか。今あ近づいてます、はい、桜がちょっとずつ咲き始めるっていう。あれどっか梅もあるんだけど、あ梅もなんか墨田区はなんかあるんですよね。ちょっと楽しみなんですよ、はい、私冬の寒い時期があんまり得意じゃないので。そうなんですね。そうなんですよ。もうすごいです、ね、もうザ・夏女なので縮こまっちゃいます。あなんかねこうやっぱりすごいジャパンエクスプローラーさんのすごいのあるじゃないですか、うん あ, はい、あのイメージが強いのか、ゆかちゃんの髪型がいいっていう人と、前のがいいっていう人だったどっちも結構分かれますよね。あの色も別だし、そう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 、髪型っていうか、なんかね、髪色とショートカットが好きなのかな、ボブっていうか、あのイメージが強いんだろうかもしれないです。体の大きさに対して髪が長いから今なんかバランスが悪いって言われます。でも素敵ですけどね。本当ですか。そうそう、その触れてる感じが、うん、はい、好きです。エクステがちょっと痛み始めて。これいつまであとどうつけるんですか。ちょっと迷ってて、はい、いつまでがいいですかね。次回の動画はあの元の髪がいいと思います。あ、わかりました。次回はいつ頃でしょうか。わからないです。いつ戻したら取りに来ます。わかりました。でも多分自分の中で我慢できなくなって、はいはい、今月末には外しちゃう気がしちゃうんですよね。そうなんですね。1ヶ月ぐらいって言ってたんで、あ結構長めに 1,2 ヶ月は持つみたいなので。そういうことなんだ。はい、美容室に行って。今日やっぱあったかいんですね。反転脱いだってことはあったかいんだ。でもやっぱ短い方がなんか印象強いですね。スカイツリーすごいです。何対何ぐらいの割合ですか。ですね、これまだ分かんないんですよね。まず、はい、今視聴してくれてるファンの方が、はい、ジャパンエクスプローラーさんの動画から来てるので。今のすげえいいの撮れたけど、すごい大変そうな撮影。たまにカメラがブレてるんで、ちょっと方向がごめんなさい。サムネ撮ってるから撮りたいですもん、この、はい、光景。需要がないのでやめておきます。あ、撮影者の裏側、撮影者の裏側はじゃあいつか、はい、なんか1万人登録とか言ったら考えましょう。じゃ あの今のことはちゃんと動画でお願いします。10万ぐらいになるにしましょうかね。需要が、あすごい、これすごい、足さばき見てください、かっこいい。この先が水町って言って、はい、最近できたんですけど、水町です。おしゃれなカフェとかパン屋さん。お休みの日ここで、ね、はい、テイクアウトして、はい、この隣の公園でピクニックって結構優雅な、はい、そうなんです、ね、休日を過ごせます。
じゃあゆかちゃんのチャンネルを作ってそれやりますか。お、単独チャンネルですか。ゆかちゃんだけのチャンネルを別に共同制作してもらって、これはもうオフの時に、出てもらうっていう。あ、もう仕事中は無理なんで。そうですね、仕事中だと、はい、じゃ あのファンの人たちがすごい好評だったらゆかちゃんのチャンネル別に、はい、ゆかチャンネル、いやベタすぎる。ゆかチャンネル、ゆかチャンネルダメなの。まあ、なんか今仮称です今の、はい、ゆかちゃんの、はい、別チャンネル。ゆかチャンネル、ゆかちゃんはね今 YouTube やった方が絶対いいです。 YouTube 本当に SNS ね、 SNS はね目いっぱいやった方がいいです。インスタを何を載せたらいいか分からない。あ、インスタでもね、あのリールを見てると、はい、音楽が載せられるので、やっぱり何かな、まあ、力車のあの感じがいいと思いますよ。うん、やっぱりエンタメ系が受けてるので面白動画系。でもやっぱり自分の好きなものも載せたいなって。わかります、わかります。この間振り袖の写真載せちゃったんですか。あ、それはいいと思います。ありですか。はい、で今日 なんかもう写真がいっぱいありすぎて、はい、ちょっとあれなので、はい、今日も載せようと思って、はい、何回かに分けて でもあのこのシャフギの格好の写真も、はい、ちょっとあのストックがあるので。あ、いいですね。それもちょっと載せたいなっていう気持ちです。ここはこちらが牛島神社になります。そうなんです、ごめんなさい、ちょっとフライングしちゃいました。すいませんでした。ちょっと車が止まってるので、はい、こちらの端っこにちょっと止めましょう、はい、ここで降りる感じですか、ね、はい、はい、ちょっと人力車の中に入っちゃうんですけど、ああ、いやいや、ちょっとお車が止まってます。休みじゃあ一度下ろしますね。はい、お願いします。せーの、1、2、3。いや、このシーン撮るの上手くなったな、ちょっと。前上手く撮れなくて難しいです。そうなんです。これは60分は何回に分けて放送されるんですか。ですね、多分3回かな。3回、20分ちょっとずつで、だから編集が、はい、でもちょっと編集早くなったんですよ、前より。まあそれでも3日かかるんですけど。よいしょ、じゃあ足元気をつけてください。はい、まあ、延びでそうですね、20分動画が今編集が、はい、うん、そうですね、7、8時間やればなんとかギリギリ終わるかなっていうぐらい、すごい感じです。7、8時間、はい、少々お待ちください。いえいえ、あのこういうのがいいんですよ、オフショット的な。オフの、はい、オフのゆかです。はい、あの今毛布を畳んでます。降りた後に、はい、あ、そういうのって分かんないですよね、降りた後にこうするんですね。そうなんです、これを畳んで置いとかないと見栄えが悪いじゃないですか。ああ、あの前他の人が見た時にってことですか。あ、止まってる車ぐちゃぐちゃだったらやっぱり、あ、確かにうわーってなっちゃうので、こうやって畳み方が、やっぱり綺麗、そうなんですね、確かにいつも綺麗ですもんね。だからなんだ。で、それでお出かけに、お出かけ、お出かけしようです。はい、です、でここにあの秘密も、はい、で準備は OK です。 OK です、行きましょう。あ、やるだけ締めさせていただきます。あ、これやっぱり戻すんですよ。戻します。これもやっぱり、あ、そうなんだ、戻して、だから屋に上げてくださいっていうの最近なんか申し訳ない気持ちなんですけど、いやいやいや、それはもう開けた方が綺麗に。そうなんです、さっきちょっと開けないでやってみたんですけど、やっぱり綺麗、ちょっと、ね、はい、お待たせしました。行きましょう。ちょっと足元気をつけて。はい、足元気をつけて。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆかちゃんです。はい、ゆかです。はい、この間作ってもらったこれです。はい、七転び八起き。はい、ゆかちゃんのを見せてください。はい、諦めたくないと名前です。はい、ありがとうございます。はい、さあ、七転び八起き誰でしょう。行きながら考えましょう。本当に。さあ、行きながら考えましょう。誰かと一緒です。絶対誰かと一緒ですよ、ね。はい、そうです。絶対見たことあって。そうです。そうです。見たこと、絶対見たことあります。はい、この実はまだ動画出してないですけど、動画の中で作ったんです、はい、ああ、そうなんですか、はい、で、ある人がこれにおすすめですって言って、あ、じゃあ言葉浮かばなかったんでお願いしますって、はい、ゆかさん必ず会った人は、あ、これある人です。はい、行きましょう、行きましょう。あとで、これ何ですか、これ何ですか、もう一度。はい、津田さんの美里さんか。そうです。この、はい、ヒントが、そうです、この間の、はい、そうです、それだっけなと思って、そうなんです、仲良しです。
そうです。行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ足元気をつけてください。はい、ありがとうございます。カバン脇に置きながらで、これ上げてもいいですか。あ、はい、大丈夫です。いません、少々お待ちください。はい、すごい、そう、極寒かなと思ったんですよ。思いました。すごい暖かいですね、今日。すごい暖かいです。ありがとうございます。しかもすごい綺麗です。ごめんなさい、足踏んじゃいました。ちょっと一瞬。大丈夫ですか。ちょっと一瞬。じゃあ、次なら荷物を預かりします。ね、荷物横に置きながら充電しなくちゃいけなくて。そっかそっか。じゃあ、持ったまんまでいいですか。じゃあ、足元だけ気をつけていただいて、はい、行きましょう。じゃあ、行きます。わかります。あ、こういう感じです。かっこいいです。よっ、よいしょ、大丈夫です。いいよ、足元いいですか。すいません、はい、大丈夫です。じゃあちょっと一瞬待って。はい、マット、はい、ありがとうございます。じゃあ、どうしよう。バッグを脇に置いた方がいいですよね。そうですね、その方が安定感は。じゃあこっちに置きます。OK、バッチリです。ありがとうございます。はい、そしたら荷物がすごい多いんですよね。いや、でも撮影するときって結構あれになっちゃいますよね。いっぱいになっちゃいますよね。そうなんですよね。これ撮影してから分かったんですけど、大変なんですよね。大変です。一人で全部やってるから。うん、みんなやってるんです、ことなんですか。もうなんか撮りたいのがあって、もうカメラとか持ってくとやっぱ肩こりとかひどくなっちゃったりとか。あ、荷物が、そうそうそう、すごいアップですけどね。ゆかちゃんの超アップです。やだ、恥ずかしい。今日ちょっとあの顔が薄いんですよね、いつもより。顔が薄いとはどういう意味ですか。ちょっと今すげえ 気になるワードがあるんですけど、何ですか。顔が薄い。顔が薄いんです、今日は。顔が薄い。ちょっとメイクを怠ってしまいました。すっぴんに近い感じ。今日結構薄い。本当に ナチュラルメイクですね。かわいい。いや、恥ずかしい。最初は Google マップで調べた時は、はい、128キロぐらいって。128キロ。でまあ、なんか3日間あればいけるかなって言って、はい、1日40キロ行くつもりだったんですね。そうです。